はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく3時半になろうとしてますね。8月は27日の日曜日でございまして、千代田区31度。この部屋ね、ずっとね1時間半ぐらい冷房かけっぱなしにしましたところ、26度でございまして、今のところ快適です。止めましたけど、はい、行きましょう。現代ビジネス8月26日昨日ですね、こんな記事が出ております。韓国で始まった高学歴エリート大崩壊は日本の近未来図だ。今日本と韓国で起きている一生安泰で、優秀なエリートが直面するヤバすぎる現実の中身と。ちょっととタイトルがですね、走りすぎたかなという感じはしますけどね。現代ビジネス、私が知ってる中では一番こうタイトルの付け方お上手なんですけどね。中身からすると、中身は何かと言いますとね、その韓国ではですね、こう教師というのがですね、割合そのこうみんなから尊敬される職業だったのが、最近はですね、そうでもなくなってですね、まあ日本でいうですね、モンスターペアレントですね、からガンガン言われて、なおかつ生徒からは暴力を受けてと。でですね、日本ではなかったことですけど、昔はね、こう、付け届けとかね、お金とかもらえたんですよ、生徒から。それが法律的に禁止されてしまったんですね。いわゆる、もらうと犯罪になってしまったと。ということでですね、非常にこの、エリートが崩壊してるよと。で、昔はですね、生徒を殴ったり蹴ったりしてもですね、全然 OK やったんだけど、それも、ダメになってると。ということでですね、人気の職業ではなくなっているというお話をこう書いてあります。貼っときますんで、ご興味のある方は読んでいただきたいと思います。ちょっと前、半年ぐらい前ですか、AI が出てきてですね、チャット GTP でわーっとこう広がりましてですね、これからの世の中どうなんねんっていうような話が出てきたのが半年ぐらい前でして、この半年世の中変わったかなと言いますと、変わっておりませんね。私が見る限り何にも変わってないですね。んで、チャット GPT も最初は私も面白がって使ってたんですけど、辻さん、どうってもないやんという、要は、上手にですね、ネット検索をしてくれるわけでしてですね、それだけですよね。で、それで世の中変わるんかっていうと、検索が楽になったというだけで、楽になってもいないんですよ、実は。私使ってないですから、最近。いや、最初面白がってない、まあ、ちょっとだけやったんですけど、1日2日。使ったんですけど、全然おもろないやんという感じで、要はやっぱりね、ネット上の情報って限界があるんですよ。で、それをですね、割合上手な日本語にまとめてくれるんですけど、時々間違ってるんですね。間違ってるから、それまた自分でですね、確認しなあかんわけですよ、間違ってないか。いや、自分で勝手に合点するにはいいですよ。ああ、そうなんとはいいですけど、それを私みたいにこうアウトプットをするのを職業としている人間にとってはね、そのまま使ってもいいかっていうとですね、いや、一応ですね、構成しなあかんわけですよ。校閲というか、正しいかどうかをですね、こう、確認していかなあかんわけですね。これがめんどくさいしですね、チャット GPT 自体もですね、ありきたりのことしか言ってないわけですね。はぁーという感じだったんですけど、ただしね、このね、チャット GPT というものがですね、どういった職業をですね、これから脅かすかというとですね、その第一は教師ではないかなと思うんですよね。そもそもね、こう人に何かを教えるという職業がですね、これからいらなくなるんちゃうかなと思うんですね。で、30人や40人を一つの場所に集めてですね、先生がですね、ギャーギャーもなんか言いながらですね、黒板に書いてですね、何かを伝えると、あれ別に要はビデオで十分でしょ。で、質問を受けてそれに答えるというところにですね、ヒューメンというのは意味があると思うんですけど、まあそれもですね、ビデオでやったらええやんというのもありますし、どうでしょうね、こう教室でそれをやるという意味がどこまでね、この後残っていくかということですね。
で教え方というのはね、ものすごく個人差があるんですね。上手い人、下手な人という差がすごいわけです。上手な人に教えてもらうとですね、よくわかりますし、下手な人だと全然わからへんし、その教科自体は嫌いになります。私ももう今やから言いますけど、中学校1年生から3年生までずっと同じ先生英語担当やったんですけど、もう英語大っ嫌いになりましたね。いや、その先生自体はね、一生懸命やってくれてるんですけど、もう英語本当に嫌いで、その後ずっと苦労してますもん、実際のところ。いや、あれなんだろうなと思いますけどね。だから他の教科の成績はいいというか、まあ4でも5でもすぐ取れるんですけど、英語だけはずっと3でしたね。で怒られるんですよ、英語の先生に。お前はなんで他の教科はね4、5すぐ取れんのに、なんで英語だけ取れへんって、知らんやそんな、あんたが悪いやんと、そんなことも言えへんわけですよね。高校に入ってもずっと3でしたよ、英語でね。大学入ってもね、カー以上取ったことないんちゃうかな。全部カーだったよね。 ABC のやつ C ですね。 C、 あ、なんとか単位がもらえるギリギリのやつね。もうそれでずっとやってきてるんですよ。それで、あれですよ、実際使わなあかんだになってですね、と作ってたら、別に学校の英語と、まあ、それがベースですけど、ちゃうもんやなという気がしてきてですね、まあ、それはですね、それなりに使ってるわけですけども、あれだからね、教える人間がね、下手くそか上手とかって偉いちゃう。最初から上手な人のビデオみんな見たらええねんと私は思いますよ。でお隣でもですね、その教師のですね、こう地位が由来でですね、まあ慣れ手がいなくなったと。当然やん、そんなんと。ほんでね、お隣というのはね、クソめんどくさいことでね、そういうこの職業の権威とかね、その上下関係がやたらとですね、こうメリハリつけるわけですね。いいように言うとメリハリつけるんですけど、悪いように言うと、単に上下関係で偉そうにする人がいっぱいいるということですね。上の人が偉そうにして、下の人がへりくだると。アホ臭って感じですね、ほんまに。で、この田中ミランさんという方がお書きになってるんですけど、そのうち日本にもこれがこう入っていくんちゃうかって言うけど、ちゃう。日本はもうとっくにそうなってね。学校教師というものはね、もう日本ではもう早くから、僕が子供の頃から尊敬される職業ではないですよね。で、今やですね、学校教師というものは日本において学校教師、でも、ね、高校ぐらいまでの先生って、なんとか一般人より賢いというイメージが全くないですよね。もうその分野においてはね、多分物理の先生だったら、物理多少知ってはんねんなという、そのレベルであって、一般社会人としての尊敬の念はほぼないですね。多分偏ってるんやろなというふうにみんなが思うわけでしょ。昔はね、そのね、高校の先生って大学出てなあかんわけですね、中学の先生も。大学出てる人自体が少なかったんですけど、今、大学出てる人半分ぐらいいるわけでしょ。で、その辺の高校、中学高校の先生の出てる大学よりも、いい大学というか、偏差値の高い大学出てる人がいっぱいいるわけですよ。だからですね、ちっとも尊敬されませんね。その教科に長けてんやろうなぐらいのもんであって、実際お話をしてみてもですね、きちんと社会人としてのですね、その話が通じるという人と通じない人がいますからね。通じない人の割合を5割を超えるんちゃうかな。それは我々が合わすわけですよ。一般社会に生きてる我々が、ああそう言ったら先生やからなという、教師やからなということで合わせてるわけですね。お隣でもそれがですね、顕著になってきたというのがこの田中ミランさんの記事でございます。で、そのうちこの AI が出てくるとですね、教師という職業自体いらんで、はっきり言って。物理を教えるんでも数学を教えるんでもですね、これ見てたらええじゃん、ほんと。で、時々ね、だから3回に1回ぐらい、4回に1回かな、でもいいから教室に行って、それをこう、生身の先生に教えてもらって質問をするということをやっていけばいいんじゃないですか。そうすると最低限ね、4分の1に減らせるわけですよ、教師というのは。で、つまり上位4分の1だけ残ればいいというだけの話ですね。他はいらんっていうですね。ですので、これからこう学校教師というのはですね、尊敬される職業でも、生き残れる職業でも、将来が安泰な職業でもないと。
いうことですね。それを今韓国で起こりつつあるというのはこの記事でございます。1ページ目を貼っておきますんで、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。